やってきました。食事どころ、八カラットと書いてやからと読みます。まだね、準備中、オープン5分前です。ここはね、静岡県木津川市にあります。なんかネーミングが山エルみたいだね。ということは、おい、しっかり声出せよ。山エルよ、山エルです。久しぶりです、皆さん。久しぶりだよ、山エルよ。皆さん元気やからと言ったら山エル。やばいと言ったらトレンドマークはミッキーだよね。調子いいね、今日。今日調子いいね。どうしたの、二日酔い？いや、そんなことないですよ。あ、そう、絶好調。久しぶりの俺ランチ TV なんで、ぜひぜひね、キレキレだよ、今日、ね、うん、もう行こう。なかなかがぜひ撮ってくださいっていう。あ、本当？あ、撮影許可 OK？ はい、バッチリ OK です。ヤマエル許可です。あ、ヤマエルが許可取っていいだろうね。じゃあ行ってきます。じゃあ、はい、あ、どうもこんにちは、お邪魔します。お座敷にする、テーブルにしようか。いいですか、素敵なカウンター。ほら、店内はね、カウンターがあってね、新鮮なお魚も用意されてます。で、テーブルがありまして、あら、小上がりのお座敷があって、大きなテレビがあって、はーい、やばい、はい、はい、はい、やからさんのね、定食こちらです。やから定食、刺身定食、煮魚定食、焼き魚定食。お、唐揚げ定食あるじゃん。あら、ミックスフライもあるじゃないの。ヤマエル。はーい。はーいじゃないよ。ヤマエル何食べるの？丼ぶりもあるし。いや、決まってますよ、もう。お茶漬け？卵かけご飯？そんな、いいんですか？いや、違う違う。やっぱ、お店のおすすめをね、いただこうかなと、今日は思った俺。あとはね、そばもあります。うどんもあります。うどんそばのトッピングね、あれなんだね、そばの大盛りは1玉330円で、うどんの大盛りは110円なんだって。そば、うん、の方が高級なんだね。そうですね。うーん、あとはピザがありますね。マルゲリータ、シーフード、テリヤキチキン。あとはね、夜は居酒屋みたいな感じになってて、スタンピングとか揚げ物とかね、焼き魚、お刺身があります。ないね、お店の方からね、はい、あの唐揚げ定食の方が、はい、あのラジオさんのミックスフライよりも、うん、ボリュームがあるの、おすすめ、あ、おすすめがね、唐揚げね、はい、じゃあ僕、おすすめの唐揚げいただきます。いや、マイルはね、言っちゃいましょう。何、ここのお店の看板メニューのやから定食か。はい、ありがとうございます。で、ヤマエルはやから定食ね、はい、お刺身と天ぷらで1430円ですね。で、僕が唐揚げ定食ね、990円ね。はい、わかりました。それ頼みます。2022年の3月26日にオープンしたお店ってことね。じゃあまだやって1ヶ月ちょっとか。新しいお店なんだね。で、夜は居酒屋なんだよね。あ、そうだ、ヤマエルがね、どうしてもここに来たいっていうからね。はい、来たよ、来たよ。これがね、ヤマエルのやから定食。すごいじゃん、これ。お刺身ついて、天ぷらついてね。小鉢が卵と茄子とネギと漬物ついてね。味噌汁とね。これ何？あ、天ついか。すごいね。はい、ヤマエル、いただいちゃってください。はい、いただきます。はい、ありがとうございます。ね、はい、すごいね、これ。すごいじゃん。はい、どうぞ。はい、来たよ、来たよ、これ。唐揚げ定食。いただきます。どうでかいじゃん、唐揚げ。すごいですね。うん。
ご飯ね、大盛りにすればよかったなと思ったら、おかわり自由でした。優しいお店です。すごいね、これも。このネギの味噌漬けと、ナスと、卵焼きと、お漬物もついてね。これで990円だって、めちゃくちゃ安いね。はい、味噌汁からいただきます。あ、うまいね。うん。ナスいただきます。ナスうま。うん。これ見て、このどでかいかな、ね、めちゃくちゃでかいよ、これ、1個は。これ周りカリカリ、中ジューシーのやつだ。うん、熱々。この唐揚げ美味しい。この唐揚げさ、でかい。このでっかいの5個も入ってるからね、すごいね。はい、卵焼き。あ、これ関西風、だしが効いてる。さあ、この小鉢、ネギ味噌、うまい。ナス。すいません、はい、ご飯ください。はい、あ、すいません。はい、ありがとうございます。唐揚げね、2個でね、ご飯なくなっちゃったからね。はい、漬物。はい、お二人ご飯来たよ。で、一回ね、本当にこの皿にマヨネーズつけて食べよう。うん、これさ、はい、ミックスフライ定食とさ、唐揚げ定食とさ、はい、2つ食べようとしてたけどさ、やめてよかった。無理だったと思う。はい、ということで、ボリュームすごいですね。うん、ありがとうございます。すごいボリュームが、唐揚げのね、肉がね、柔らかくて美味しい。うん、はい、唐揚げラスト。やばい、腹いっぱい。レタス。うん、はい、卵。はい、ごちそうさまでした。完食。いやー、お腹いっぱいになったね。本当にすごいボリュームだったよ。もう一軒ね、今日はね、山やるとね、はしごでもう一軒行こうと思ってたけど、無理です。定食一個で、この唐揚げ定食一つで腹いっぱいになっちゃいました。すごいボリュームでした。参りました。ということで、本日は、静岡県、菊川市のやたらさんからでした。バイバイ。